前も一回この勉強会を紹介したんですけども、あの、実の、あの、実ジャーナル、あの、ジャーナルーの総刊号に載っけていただいた僕の論文で、あの、ラリーポイントになった直後に、点数、点差によって逆転率がどんぐらいかっていうのを、あの、調べたの、調べたんですよね。あの、じゃ、日本であった大会、国際大会のスコアシートを全部分析して、そうすると、あの、21点勝負なんですけども、 一回の連続得点が大きい方が、あの、本当、もうだいたい90から95%の確率で勝ってるんですよ。何かというと、例えば、あの、花岡さんと僕とで試合してて、で、あの、花岡さんが5連続ポイントがあって、が一番大きい連続ポイントで、で、僕の最大の連続ポイントが四 4, 4と3だったみたいな。4回が2回やったみたいな感じだとすると、 あの、4、4回が2回あったら、僕ね、それだけでも上回りそうなんですけども、1回の連続ポイントが、花岡さんの大きいわけじゃないですか、5なんで。まあそういう風にやっていくと95、95%の確率で、花岡さんの方が勝ってるんですよ。連続ポイントが大きい方が。なんで、その1回の連続ポイントは、そう言ってれば、流れな、流れとも言えるかもしれないんですけども、まあ偶然のこともあるかもしれない。でも流れかもしれない。それを掴んだ方が、9は90から95%、種目で違うんですけども、 あの、シングル、ダブルス。違和感違いましたけども、それでも90%以上の確率では出てきてて、やっぱりその、うん、な、確から言って,てその試、試合の流れが一対た対とかっていうのはあんま多くなくってい、少ないものを見つける、それからそれを渡さない、そうなってくると、やっぱりその試合前の準備が、やっぱり大事、より大事になってきてるのかな、試合入る前の、 ラの例えばゲームプランだったりとか、いいイメージしか考えてなかったりとかすると、結構自分本位の戦術考えている選手多いんですけども、そうするとそれがうまくいかなかった時に一気にバババってやられてしまったら、もっと頑張ろうとしてもそのゲームに関しては難しくなってしまう。